はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、キリンのね、新発売、オークマスター、タルカオル、いただきたいと思います。買ってきました。富士、御殿場蒸留所でね、オークダルのあざ、華やぎある、香薫をトップノートに、すっきりとキレのある味わい。アルコール度数 40% で、原材料がモルトとグレーンです。容量が 640ml とちょっと少なめ。製造者が静岡県、御殿場市、なんちゃらかんちゃらキリンディスラリー株式会社となってます。こちら。値段が、お礼が、あれで買いました。ローソンのね、ロッピー端末で交換する、ロッピーポイントみたいな、ポンタポイントで交換してきました。値段が多分ローソンだと1200円ぐらいしたか。それではこちら飲んでいきたいと思います。ん？ちょっとこれ期待したいんだけどね。値段的にも結構ちょっと安めっていうか、まあ安めでもないんだけど、期待したいんだけど、香りがすっごいアルコール臭がするんですよ。ものすごい。樽の匂いは全くしません。もうアルコール臭プンプンですよ。すっげえな、このアルコール臭。半端ねえんだが。じゃあ、乾杯。あ、なうお。うわ、うわ、これはひどいな。ものすごいアルコール臭というよりはアルコールの味、香り、味にコクは全くありません。香りはあるんだけど、なんかアルコールの香りなのか、樽の香りなのかっていうのは、樽とアルコールの味が、香りが混ざってる感じの、がブワッとくる感じなんですけど、結構、口当たりとしてはものすごい軽い。で、樽の香りなのかわからないけど、いや、あまりにもアルコール臭が強すぎて、はっきり言ってこれは、はっきり言わせてもらうと、これストレートに飲むもんじゃない。ですね。めちゃくちゃアルコール臭強い。アルコール臭というか、もう、香りだけにとどまらず、もうダイレクトに味に来てる。もう味がもうアルコール。期待したかったんだけどな、これな。これはひどいな。ひどいな。これで値段1100円。ああ。これはちょっとあれだぞ。ウイスキー飲んだことない人間が、これ飲んだら、多分一発で嫌いになるんです。嫌いになると思う。これは。
角瓶と比較すると、多分角瓶の方が、まあ、どうなんだろうな。ちょっと味は別なんだけどさ、角瓶の方が香り強いんだよ。ただまあ、でも、角瓶の方が上級者向けかな。まあ、こっちの方が、まあ、ウォッカとかの飲んでる人間が、これを飲めば、ああ、って納得するかもしんないけど。にしてもこれ、角瓶とかの比じゃないほどこのアルコール臭が強い。すっげえアルコール臭。ほとんどアルコールしか香らない感じ。ちょっと加水します。恐ろしいな、このアルコール臭。ウォークダルの華やぎある、薫香をトップノートにとかよく書けたな、こんなの。よくなんか書けたな、お前。何薫香とか。全然、薫香じゃないんですけど。薫製香しないんだけど。何を言っとんの？うわ。こりゃひでえな。これ、ひどいな。まあ、多分これ1000円、店舗だったら1000円ぐらいだと思うんですけど。俺1000円でこれ買わねえよ。何このアルコール。もうアルコールの飲んでるようなものに近いんだけど、なんだ？これはなんだ？エタノールか。あれ、ウイスキーにエタノールを、ウイスキー1対エタノール1みたいな感じ。混ぜたような感じ。恐ろしいもん出してきたね、キリン。キリンすっげえ恐ろしいもん出してきたな。はぁ？逆にびっくりだよ、これ。原材料モルトとグレーンっていうのがびっくりだよ、これ。このアルコール臭でモルトとグレーンって一体どう配合したらこんなになるんだ？モルトとグレーンでお前。原材料それだぞ。ってことはほとんどこれ寝かせてねえな。これ多分、ほぼ多分、あ、これ、わかったぞ。この色、これ確実にこれカラメル色素だ。これカラメル色素でだいぶつけてて、もう即出したみたいな。樽に寝かせないでそのままもう原酒を出したみたいな感じ。原酒を加水して出したみたいな味する。だってアルコール臭しかしねえもん、これ。ウイスキーの香り？アルコール臭が7に対してウイスキーの香り3ぐらいだな。この感覚。うわぁ、これはひどい。久々にひどいウイスキー飲んだな。うわぁ。なんじゃこりゃ。これはハイボールでしか、ハイボールかコーラ割りぐらいだな。ハイボールで飲んでも危ういかもしれん。このアルコール臭がすごいぞ。いえ。気分悪くなってきた。ちょっと気分悪くなってきた。これはあかんぞ、これ。これはあかん。これはあかん。これはこんなに飲めるレベルじゃない。これはちょっとやばいな、これは。コクのかけらも感じねえよ、これ。甘み？いや、香りはね、するんだよ。ただアルコール臭だけど。
これアルコール臭っていう香りっていうのを除くとすると、ウイスキーの香りだけでいくと、これ確実に一つ星。ウイスキーっていうくくりでいくと、香りって基本的にウイスキーの独特の香りじゃないですか。もうアルコール臭しかしねえから、これはあがん。で、これでカイドでいくと、これは俺は二度と買わない。ので、一つ星。1211です。ご視聴ありがとうございました。